はい、えー、皆さん、こんばんは、カブくんです。よろしくお願いします。はい、ちょっと今日ね、あの研究会合ということで、今、動画を回しております、えー。よろしくお願いします。はい、あのですね、えー、っと、心配していた生活保護ユーチューバーのまこちゃんがですね、あの、いよいよ自傷行為に、えー、見える、そういった行動をツイッター、Twitter、の動画で、えー、載せ始めています。はい。 でちょっとこれはいよいよもうまずいんじゃないかなというふうに思いまして緊急で今動画を撮っています、はい、でやっぱこう周りにですね誰も寄り添ってくれる人がいなかったりだったりとかあのそのまあいわゆるその市役所に対して、まあ、恨みがあるというかね、うんまあ、そういうことで、まあ、市役所周辺の池かけの,、まあその草であったりとか木であったりとか、まあ、そういったものを勝手にむしったりとか。 あるいは石をこう投げたりとかしてですね、まあ、結構違反行為っていうかそういった行動に走ったというそういった動画をですねこ,こ最近上げ始めていていわゆるまあ普通ではないという状況になっていましたでその動画の自体動画自体はですね別にこう炎上しているわけでもなく特に再生回数も多いわけでもなくですね でそこに対して誰も特にコメントをしたりしているわけでもなくですね非常にこうまあいわゆる無視されているといった状況になっていますただまああのよく見ると、まあ、犯罪行為ですし、まあ、大きく炎上してもおかしくないことかなというふうに僕は感じるのでもしかすると、まあ、相手にされたいうん相手にされたいだったりとかあの、まあ、振り向いてほしいとか、まあ、そういう感じで そちょっとあるかなと思ったのと何が真相か分かりませんね、うん、であるいはその自分自身でその収拾がつかなくなってきてしまっていて、えー、そういったまあ違反行為迷惑行為をしてしまったと思うんですしてしまっていた場合はですねあの後になってその自分がやってしまった現実に対して「俺こんなことしたの?」っていうねそれを今になって気づいてですね それで、あのーそのまあ、自傷行為に走り始めてるんじゃないかなと、うん、つまりこれまでやってたことについては完全に相手が悪いと思ってやっていたことだからあのそこにせなんかちょっとなんだろう正当性みたいなものがあったかもしれないんですけどもふと,ふ,あのおきあのふと目覚めたらですね、えー、その迷惑行為をしてた あのあれなんで俺はこんなことをしていたんだっていうことで逆にそのなんか嫌悪感とか自分に対して嫌悪感っていうのが募ってきてしまったのかですねちょっと自傷行為をしているような動画がですね上がり始めてます。はいまあ確実に自傷行為かどうか分かりませんけどちょっと足の怪我の程度まあそんな大きな怪我とかじゃないんですけどただあのなぜ。 ちょっとこう普通だったら考えられないような、まあ、そういう状況になってるかなと僕は考え始めたんでこれはちょっともう寄り添いが緊急で必要かなというふうに僕は感じていますでこのまま本当にエスカレートしたらどこまで行っちゃうのかちょっと分かんないのでえっとまあ非常に心配されるというふうに僕は思っていますはいでねちょっとまこちゃんのそばに僕は入れないのであの 誰ケアししててほしいなってちょっと思っているんですよねで先ほどあのメッセージも送ったんですけどまだ見てもらえていないので、えっと、どうしようかという感じですね。うん、非常に難しい難しいというかあの心配される状況になっています。で今多分日本時間で、えっと、今そうですねベルギー時間で夜の9時半ですね。 えっと9時半になってて、ね、で,でも日本時間では4時25分なんでさっきツイート上がったばかりなんですけどあの多分だから夜中の、まあ、3, 3時であったりとか、まあ、そういった時間帯にまこちゃんがあの外にいて、まあ、あのい,るいるっぽいですね。うん、でそれでそのいろいろそのなんかちょっとこうなん,かあのなんかそういった行為,行為というか、まあ、そういうような果たして走ってるのがあって、ね、ちょっとね 裸足であるていうのかちょっとよくわかりませんけど、なんかちょっとこう、かなり精神的に、かなり限界を迎えてるんじゃないかなっていう感じの、えー、行為というか、なんてんでしょうか、そういったことをしているような気がします。はい。なので、一刻も早くですね、えー、と寄り添いが必要というふうに僕は感じましたんで、ちょっと緊急で動画を撮らせていただいております。はい。まあ、Twitter の方に報告するべきなのか。 ちょっとどうでしようかってちょっと分かりませんけどとりあえずメッセージは送っていましたでとりあえずねあのあの僕考えたんですけど多分まあこれまでの,その迷惑行為とか、まあ、そういった犯罪行為っていうのはそのいわゆるその、まあ、なんだろうさっきも言ったように、えー、そういった市役所に対して恨みとか、うんまあ、そういったそ恨みもですね、まあ、本当にその市役所が眞子ちゃんに対して悪いことをしたかどうかっていうところもちょっとまあ正直言うと 証拠が見えてこないんんですよ、うんま、こちゃんに対しててね証拠,証拠が見えてこないのでその事実関係っていうのは分かりませんけどまこちゃんが、えっと、一番最新の、えー、YouTube ライブで、えー、まあ、最後のあたりで涙を流してて訴えてるんですよ、うん、僕はその何だっけなあのこんなことはしたくないんだけどっていう感じで涙を流して訴えてるんですね市役所に対して。うんで あのだから、つまりそれが事実か事実ではないかって関係なくですね、眞コさん自身がもう、まあ、そのような被害を被っているという精神、そういった状況になっているわけですよ、それが事実か事実じゃないとしてもね。うん、だから、ちょっと本当、まあ、それが病気のせいなのか、それとも本当なのか。うん えともう全くだからそのももしね本当だとしても本当じゃなかったとしても実際山子ちゃんはですねその後こうまあ、えー、駅の近くでしょうかね、まあ、その花を取ったりであったりとかその石を投げつけてあの石を投げつけて結構早い速度で投げたりであったりとかその、まあ、なんだっけ草とかを、ね、切ったりとか、まあ、そういった迷惑行為と犯罪行為をしているのでちょっともうこれは。 やばいいなと思いますでさらにですねその後、まあそれに対して、まあ、コメントであったりとか動画をツ,イツイッターの動画を上げて特に炎上もしなければ誰も見てくれない。 まあほぼ無視に近い状況ってのは起こってます普通だったらねまあそういったそのまあ迷惑行為っていうのをツイートに載せればですねまあ炎上したりとかまあこうなんかすごいこう世間からの反感が来るわけですよ、うん、でもそういったこともなくですねほぼ無視されている状況になっていますでこれが本当に危ないんですよ、うん、本当に危ないですこれが本当に危険で誰も寄り添って来ない状況っていうのがまあ本当に危険でもっともっとやばいやばいことをしてやろうとかであったりとかそういったことがですねまあなっちゃ 危険性があるわけです。はい、なので、まあ勘違い、そのまこちゃんが言っている。 まあそのまあ市役所からこう市役所の人間まあ人たちにねいじめられたからあのその犯罪行為をしますって言ってるんですけどまあその本当に市役所がマコちゃんに対して意地悪をしたかどうかっていうそれ,があやそれも分かりませんしもうすべてが分かんない状況だけどマコちゃんは YouTube ライブで最後の方で訴えてるんですよ涙を流してもう本当に訴えてるんですよ。 だからちょっとこれはもう,どう,にど,うどうしようかってちょっとど,どうしようもないっていうかもう本当にやる,やるせない気持ちになってもうかわいそうすぎてもうどうしようもないですねでもなのにもかかわらずほとんどの人が、まあ、まあ放っておこうっていうね、まあ、そういう何て言うんでしょうかねもう そういうういいい感じとかです、ね、炎上したいんですすね炎上したん逆に逆に変,変に炎上とかしてて警察が来たりとかですねそっちの方が保護したりであったりとか、まあ、そういったことになったりするので逆にいいんですよね、うんまあ、その精神状況見たりとかねだかそういったこともしないでもう一人でこうあの後でね自分がやったことに対してあの我に返ったらですねもうそういった迷惑行為とか犯罪行為をしちゃってるわけですからそれに対して自分に何で俺はこんなことしたんだろうっていうような。 ことをですね今のまま本当に自傷行為が続いたり、えー、このままイスカレートするとかなりもまずいかなというふうに僕は感じるので、はい、ちょっと,、えーっとね、寄り添いが必要かなと思って真子、ま、ちゃんがこの動画を見てくれれば少しでも、ねまあ、楽になるかなと思,い思う。 という、まあ、少しでもやっぱり、誰か寄り添ってくれた方がいた方がね、まあ、安心かなと思っているので、ま,あ、まこちゃんに向けても動画を配信していますね、これは。はい、なので、ぜひねあの、落ち着いていただきたいと思います。さっきメッセージを送ったんですけど、まだ見てくれてないかなと思いますけどね、まあ。とりあえずね、とりあえず、まあ、一人じゃないんだよということを、ね、伝えたいです、僕は、ね。まこちゃん、一人じゃないよということを、ね、伝えたいですので、 マコ、あのーまあまあ、ちゃん自身がね、ツイッターのフォローを全消ししたりだったりとか、そういったことをしてますけど、僕はまあもう仕方ないです、もうそれはそれでいいと思うんですけど、まあ、それでもとりあえずついていきますので、あのー、まあみんな嫌いじゃないですからね、マ、ま、コ、あ、ちゃんのことで、嫌いじゃないからね、だからそこはね、もうで,できればね、ちょっとまあ、収拾つかなくなってますけど、1人じゃないんだよっていうね、嫌いじゃないんだよっていうところはね、伝えたいと思いますので、えー、っと、それだけ、 あの僕はちょっと緊急で突然ねライブも突然こうキャンセルにしたりとかしてますけどせっかくねやっぱ YouTube のチャンネル登録者さんも1000人いってこれからブチブチやっていくっていうところでのまあそういった、えー、ことだったのでちょっとまあ心配というかねそういったものは大きいので、うん、まあでも今はちょっと、まあ、かなり緊急を要してるかなと思いますのでえー、っと、うん、まあ あのでもとりあえず僕はこの動画で伝えたかったのはもう一人じゃないんだよっていうところをね、えー、おあの伝えたいと思います。はい。ではね、えっ、ー、と、まこちゃんちょっとあの僕はえこれちょっとあの心配してるんでね、うん。あのーうん、えっと、これからも寄り添っていきたいと思います。はい。いやー、ちょっと心配ですね、本当うん、まあその 自傷行為もねそんな本当にすごいこう命に関わるようなことをしてるってわけじゃないんですけどただまあそれがエスカレートしちゃうとですねやっ,とやっぱりいけないと思うので、うん、あと自分自身もし,も,しもねその、まあ、いわゆるそのな何かの病気を持っていて、まあ、それでそ,のそういうような行為に走っていた場合自分が悪いことをしてたりとかそういったことを気づいてないんですよね。うん だから、まあ、むしろ自分がやってることを正当化をするんだけど後になって気づいてちょっと病,病状が収まって気づ,気づいた病状が収まった後に気づいたら自分がやってることを全部こうだからそれでこう自分をすごい嫌悪感自分に嫌悪感を持ってしまうっていうことがまあ繰り返されてる気もするので。 ちょっとこれはもう本当にまずい状況かなというふうに僕は感じます。はい。で僕ちょっとあの明日以降ちょっとねえー、っと僕自身がちょっと病院にお世話になるのであのうんちょっとあまり動画を撮れない可能性もあるのであのでも最後にメッセージとして、えー、まこちゃんに言いたいのはもう本当一人でじゃないんだよっていうところだけはねあのなんだ。 えっとまあだから、ツイッターとかで、ね、無,無視とかね、みんなこう、ほっといたりとかしてるっていうか、そのこともあるかもしれませんだ。だけど、一人じゃないんだよっていうところは伝えたいと思います。はいえー、というわけで、えっと、ちょっととちょ取り急ぎでは緊,緊急会合ということでですね、えー、お話ししました。はい、まだまこちゃんとそそ外にいて、うろうろしてるっぽいですよ、今のこの時間帯ね、ちょっとなんか心配だなというふうに思いますので。うん、はいえっと これでねあとあと、あとまこちゃんにそう親しい方であったりとかフォロワーの方もぜひねちょっとコメント一言していただけるとなんかちょっと助かるかなとは思ったりはするんですけどもね、うん、はいまああの僕のカブくんテレビはね基本的にフィギュアスケートのねえっとまあそういったお話が結構多いのでえっとあれですけどまあうんそうですね、まあ、生活保護の、えーまあ、まあそういった界隈というかね界わいじゃないやなんかそういうなんか寄り添っていって。 ぜひね、ちょっとあの、うん、なんか、えっと、アク,アクションというか,、まあ、なんか、なんかちょっとしたそういったアクションをしてくれると、ちょっと嬉しかったりはしますけどもね。はいというわけで、えっと、ありがとうございます。えっと、取りそろいまして、えっと、これで緊急会合、緊急,緊急会合でした。はい